どうも、マセキの浅草キッド、エル歌舞伎のエル宇田です。どうも、ネロニアン配信です。ということでね、はい、極真空手創始者、はい、大山増達氏の孫を逮捕。増すの？大麻取締法違反容疑でと。いうことで、ちょっとちょっと。ねえ、ゴッドハンドをね、変なことに使ってしまったということなんですけども。それ使うことによって本当に瓶を真っ二つにしたかもしれない。いや、まあ確かにね。見えてたかもしれない。はいはいはい。牛を倒した俺は。本当ですよ。ねえ。マジか。大変です。まあね。そうかね、そうか、でもちょっとそのね、うん、ちょっとなんかね、うん、はいはいはい、ってなっちゃうよね。やっぱその大山摩擦の本とかも読んでますよね。そうですよ、マス大山さんの本とかも。薬バカ一台ですよ、本当に。バカ野郎そういう話になってきますから、はい、まあね、でこれデイリーさんが報じてるんですけど、はい、もう治ってるんですが、なんかネットのコメントで陽性反応を、うん、陽性フェアリーの方で書いてたみたいでその記事はないだろうって書かれてたんですけど、はい、でもね、陽性が見えたという反応なのかもしれませんので、実はデイリーさんの方が1枚上手だったのか。だ5時だ、5時。ただもう治ってたという。5時です、5時がね、あったという。そいつが面白いもあれじゃないの、陽性って見えてたんだよ。そいつが、うん、じゃあこの書いてるやつに問題あるだろう。ねえ、はい、すごいですよ。可能性も出てきますよ。ねえ。あの前にね、RG さんとライブやった時に、はいはい、RG さんがね、M1 グランプリの2004でアンタッチャブルさんが優勝した時の漫才がすごいから、うん、で、ちょっとみんな見てよ、つって見た時に、アンタッチャブルさん何がすごいかっていうのを RG さん解説してくれたのは、うん、ちゃんとお客さんにも受ける中に、うん、柴田さんの細かく、俺らをくすぐる細かいツッコミが入ってると。うん、ああ、はいはい、言ってましたね。で、その中の一個に、お前は、山崎さんが、うん、お前も優しい子だったと、うん。牛も殺せない子だったよと。うん、虫もだろと。俺そんなゴッドハンド持ってるかいと、大山マスターズが牛殺しだったっていうのを、ああそうね、分からない観覧のお客さんもいるんですが、そこは一回 OK として、ね、うん、そう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 、うん、だから、うん、ザキヤマさん今、うん、あの極真空手の空手着みたいに上下白で活動してる可能性もこれ出てきますよ。いや、あの時から白だもん、ね、なるほどね。でも確かにね、ゴッドハンドって聞けばね、別に、ま、大山マスターズ知らなくても、うん、まあ、牛を殺せるっていうことはさ、はいはい、あ、なるほど、それでいいってことか。それでいいんだよね。そんなゴッドハンド持ってるかいと。そう、はいはいはい。だからちょっと俺らやりすぎなのかな。俺らだったらちょっと言っちゃうじゃん、ん、そんなマス大山みたいになってるかいみたいなさ。いや、マス大山、それは外国での大山マスターズの呼ばれ方、いや誰がわかんねんみたいなさ。やっちゃうね。でもそこまで誰がわかんねんまで発明してるから、うん、俺らの新しいのか。やっぱだから14年前だからね、ね、それ進化しない方がおかしいからね、はいはい、でもアンタッチャブルって名前なのに、うん、牛のね、うん、あの眉間に手を思いっきり触った人のね、うん、話をしてると、まあ、アンタチャブル、そこも入ってきてますからね。アンタチャブルです、ああ知ってる、あと角田信明さん昔ダウンタウンデラックス出た時、あ、これは大丈夫かな、ダウンタウンさんと奇跡の共演があったんですけど昔まだ仲良かった時ですね。まだとか言うね。あの牛殺し大山殺に憧れて、うん、豚で挑戦したことがあると。角田さんだと思うんだけどね、違ったらごめんなさいね。ああ、はい、なんか聞いたことある。で、豚にウェイってやったら、うん、豚がそのままブーってもう一回泣いて終わったと無理ですって言ってた、ね、豚はあれ頭とかブニョンブニョンでしょ。ああそういうもんですか。あれ無理でしょ。触ったことないかな俺。無理でしょあれは。そうですか、まあ、豚にもよるけどね。あのね、でちょっと豚の話が出たんでね、電車で見たね、中吊り広告で、うん、毎日おなら漢字ドリルってのが今なんか出てるみたいで、うんこに、うんこドリルありましたね前。で新しいですね発想。いやあれはっておならですからね。まさか液体物質からね、はいはいはい、ね、固形から。確かにそうだね、空気とか、うん、だってうんこドリルで、ね、あすごいの出たなんて普通思われるのに、うん、よしおなら行こうみたいな、あんま思いつかなかったね、うん、ですごいのは、うん、毎日嗅ぎたく×そこに嗅ぎたくに×されて書きたくなる、ああはい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 、成績アップの秘訣がいっぱいと。あ、秘訣の秘訣はカタカナで秘訣で、でその秘訣って書いてるとこにお尻のマークが書いてあって、はい、お尻から思いっきりおならが出てる。あら、こちらでございます。下品でございます。そうですよ、ちなみに石出奈々子さん、スタジオジブリのネタをやっていた石出奈々子さんが今毎日取り組んでるのが、うん、うんこの YouTube、 うんチューブですね。あ、そんなのやってるんですか。そうですよ。そんなにやってるんですか。すごいですよ。なんでですか、何やってるんですか。いや、まあでもなんかね、あの仕事で依頼が来てやってるみたいよね、そういうことですけど、うんこ、うんこですよ、俺のね、やってんの石田さんが。そうですよ、だからもしね、うん、もう本当に外でお腹我慢できなくなった時、石田さんに言いたいですね、森へお帰りと、葉っぱでお拭き、なるほど、そう
そういったところです。スカ系の、いや違いますよ。いやいやいや、まあ、女の子の芸人捕まえて言うことじゃないですからね、あんまりね。違いますよね。違いますから。そうですよね。ね、スカ系ってのはスカパラダイスオーケストラ系じゃないですからね。そうそうそう、違うわ。スカね、いる、全部からダメだわこれ。あとね、ああ、今日トレンド1位になってて見たんだけど、うん、名探偵ピカチュウって映画がなんかアメリカでやるみたいで。ああ、はいはいはい。見ました。のぶとい声のピカチュウでしょ。予告編。見ました見ました。これ久々に見ましたね。あのスーパーマリオ実写版、うん、はいはい、ミュータントタートルズ実写版に続く、はいはいはい、間違った日本館。あの高倉健さん主演のヤクザって映画昔見たことあるんですけど。あれ向こうのやつですか。あれも思い出します写真。俺それ見てねえな。本当ですか。ぜひ見てください。あの間違ってる。あの全部あのローマ字なの。だから一瞬矢沢かなと思うけど、あの借りるとき。そうか。そう。なかなかギザギザっとした字で書いたんです、うん、はいはい。そう。で矢沢もあるしね、伝えに、あの矢沢のドキュメントもあるしね、はい、Z がなきゃいけないけど、はいはい、ザがな、でもね、矢沢と、でも結構同じようなこと言うね、矢沢のやつも、かっこつけたくないとか言ってたからね、うん、高倉健もそういう感じでしょ、たぶん、まあ、多分ね、そういう感じですよ、それ、健さんも、はい、あのこのピカチュウの映画はね、ピカチュウか、名探偵ピカチュウ、結構僕が見に行った予告見てるときはですね、はい、ちょっと悲鳴上がってましたね。あ、日本でもやってたの？全米公開は決まったじゃん。いや、違う、あの予告編でね、はいはい、ピカチュウの声が流れた瞬間に、うん、はい、そこにいたお客さんが、って、あ、喜んでんじゃない？いや、まあまあそうだね。あとあれじゃない、途中あれだろ、多分赤と青の点滅だったじゃん。それで倒れてたじゃん。俺も意識なくなったよ。バカ野郎。俺は子供の頃ね、そういうのがありましたけど。あの当時のね、爆笑問題さんのネタまだ秀逸でしたよ。なんですか？あれが赤っ端青っ端だって、あの当時古舘一郎さんの番組に引っ掛けるという ね、テレ東のやつですね。そう、はいはい、あれね、いいボケでしたね。ありましたね。まあ、テレ東の番組、テレ東とも、まあ、なそうだね、うん、そしてゴールデンウィーク10連休、うん、企業に警戒感、うん、ATM の現金不足や小売店の人手確保深刻化の恐れと。あ、はいはい、これ結構前から言われてますけど。ああ、そうですか。だからさ、まあ、結構前から言われてんだったら、うん、まあ、ATM の紙幣は大丈夫じゃないですか。補充するでしょ。あのたださ、うん、スケジュール帳、あ、はいはい、にはまだ祝日なって長い時なんだよね、買ったやつが。あ、なるほどね。そうだからまだ黒ですよ、あの赤じゃないですね。はい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 、はい、でなんか祝日なってるカレンダーとか見たけど、祝日って書かれてたりとか、あ、なんの振り替え休日当てたりしてるのかな、振り替えとかね。うん、10連休ですか。10連休ですね。そうか、そう、5月からだもんな。うん、まあ俺なんかさ、やっぱ、うん、ほとんどね、働いた経験ないけど、はいはい、だからコンビニ店員を長くやってた経験から言うと、うん、10連休に入ってる日のシフトは暇ですわ。いいでしょう。あ、いや、暇なしの時間のだけど、いい、店長が裏にいるとかでサボれない時ほど時間過ぎないことないです。あ、めんどくさいですね。本当ですよ。あ、なるほどね。うん、東京どうだったかな、カラオケとかもそんなに人入ってないイメージなんだよ。あ、いるか、いるわ。あ、いるわ。カラオケも立地によるのかな。いるいる、学生来る。すごいね、10連休だって。まあ学生の時とかだったら嬉しかったかもしれないけどね。もうね、ないからね。うん、まあ芸人だとちょっと関係ないもんね、ライブが入ったりとか。だってあっても3連休、4連休ぐらいでしょ。うん。で、なんだったらね、祝日とかの方がさ、どっちかっていうと、うん、あの、ライブとかさ、収録前説とかは、まあ割と入りやすい部分もありますから。そうだね、まあね、営業なら喜んでね、いつでも行きますけど、前説も喜んで行ってますけども、営業ならもっと、ライブも喜んで行ってますけど。はいはいはい。ねえ。何ですかそれは。もっとさ、それは何ですか。でね、俺ね、その宣言したのよ、どっかで。何を。知名度つくまで営業で漫才やんないことに決めた。ああ、本当。だって受けねえんだもん。知らねえやつの話聞かないから。だから、聞かないからね、うん、だから俺次営業入ったら東急ハンズでマジック仕入れるんで。ああ、いいです、ね、楽しみにしてください皆さん。もうマジックやる。東京からマジシャンが来ますんで。本当に。いいよ、じゃあマギーさんでいいよ。いやいやいや、マギーさんでいいよ。マギーさんのマギーさんを呼ぶお金がない企業に我々は。マギーさん、藤井さんでいいよ。あと、マギーさん、藤井さんの後輩でもあると、我々はね。弟子じゃねえから、弟子じゃないけど。そういったね、とこなんですけども、うん、なるほど。そしてね、長州力引退試合、おカード発表なしでも、前売り完売、異常人気、6月26日、後楽園ホール。長州は2度目です。あ、2度目ですよね。はい、いいんですよ、いいんですよね。6月26、後楽園ホールなんで、これなんと猪木ありがやった日なんですよ、6.26。ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。そこに合わせたんだろうね、多分。なのかな、たまたま取れたのか。いや、でもほら、だってほら、やっぱり、はいはい、ね、東京ドームとは抑えろとか、はいはい、言ってた男ですよ。言ってた男が引退じゃ、後楽園ホール抑えろって丸くなったなとか。その男ですから、もう6月26日。ホール抑えろとかね。なんかの日にはやっぱ絡めてきてるのは確かだよ。
そうだね。それはでかいイベント。俺らの知り合いのね、江戸川キャデラックっていうヒロミさんのそっくりさんの芸人さんが、はいはいはい、よし、どうも押さえろっつって無限大どうも押さえてくれて。で、最初演者が決まってて。はい、で、結構ね、江戸川キャデラック気合入って江戸川祭ってライブは。はいはいはい、最初12枚ぐらいチケット売れてて。で、急遽金属バットって大阪の人気も呼んだら60枚伸びたらしいよ。5倍。どんだけ凶悪事件が好きなんですかね、さ。金属バットですよ、名前。やめてくださいよ、本当に。少年野球ダメだろ。少年野球ね。すごいですね、長州力で、これ立ち見券が急遽発売、はい、で、ああコラゲンホールって2階に立ち見ができるバルコニーがあるの。ああ、はいはいはい、で、俺もさ、今でも時々コラゲンホール見に行かせてもらうけど、はいはい、2階の立ち見ホールはね、今、はい、そんなに埋まってないんだけど、あそこが埋まるかもしれない、4000円の券。で、これが売り切れた場合、当日券出ないらしいです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。すごいね、長州。そうです。で、その2階のバルコニーから1階までダイブしたのが松永光弘、ミスターデンジャーって人がいて、はいはいはい、その人のステーキ屋が浅草ゴロゴロ会館の近くにあるんですけど、ありますね、その松永光弘さん、最近ギャオで配信されてる、うん、なんか R1 のなんかバッタモンみたいな大会に出て、決勝進出してるそうです。すごくないですか、松永さん。でもっと練習しとけばよかったなってつぶやいてて、うん、で300何十リツイートして、俺もリツイートしちゃって思わず。で昔バーリートゥーの何でもありに出たことあるの、松永光弘、元空手家だから。その時に頭に鉢巻きの代わりに有刺鉄線巻いたの。それを玉袋さんが見て、お前がまずダメージ負ってんじゃないかって。なんでダメージ負ってたら、ダメージ負ってからなんで立つのリングに。でもちょっとお姫様感もありますね、頭に有刺鉄線だと。いやないわ、ね、ないわ。茨姫。いやー、そういうね、ことでございます。ということでね、はい、リアディゾンが大学生になっていたというニュースはですね、ほら、ちょっと後日、黒船ですよ。黒船が大学生になってます。おバカを直すためにっていうね。大学、なんかおバカキャラだったんだね。リアディゾンそうだ。まあ俺もあんまり、全然曲ない、あれだけど、うん、そうですよ。おバカキャラちょっとやったんだ。どうなんだろうね。だもし赤点取ってもね、教授に言うんじゃないかと、うん、ポイしないでくださいと。そういうことですよ。ありました、ね、ありましたありましたね。ポイしないでください、グラビア界の黒船、うん、この二大巨頭。 あったなリアディゾン、ね、大学生になってたと。大学生になったそうですね。2006年にアメリカから来日し、グラビア界の黒船として人気を集めた。でなんかネットのコメントで俺ちゃんと調べないけど、なんかできちゃった婚をしたのかな。それ知らない、全然。で、皮肉なこと書いてる、ポイされちゃった人ですねみたいな、失礼なこと。失礼、いや、お前言ったんじゃない。いや、それで、コメントですよ。お前言ってんじゃん。あとね、この、そのスポーツウォッチさんの見出しでは、レースクイーンみたいな格好して、パンツがちょっと見えてる、昔のサービスショット。サービスショット。サービスショット入ってますと。これに対するコメントもひどくて、はい、パンツが見えてます、うん。この段階でおバカが確定されてしまうので、そこから直した方がいいと思って。仕事でしょ、これは。いや、その写真使ったからでしょ。ああ、そういうこと。ホーチさんに対して。そうだよ、恐ろしいですね。取られて使われて怒られるって、本当ですよ。そんなことないですよ、リアディゾンさん。学校に入学しただけでこんなに怒られなきゃいけない。なんで学ぶ人に対してさ厳しいの。大学生になったことをブログで書いたからですかね。ちょっとダメです、ね、ブログに書いちゃダメです、ね、ブログに書いちゃ。ひっそり実は卒業してたからね。そうそうすっとね、今それで何かやってますまでだったらよかったかもしれないね。そうですね、リア充しちゃうんですかね。はあ、といったところでございますかね。はい、ということで、また明日お聞きなさってください。お願いします。